オシエク。オシエク、クロアチア語、オシエク、ハンガリー語、エセック、ドイツ語、アセグ、ラテン語、アセック、トルコ語、オセックは、クロアチアで4番目に大きな都市。オシエクとも表記される。ドナウ川のシリウドラガ川の右岸にあり、スラボニア地域の経済、文化の中心地である。新石器時代から定住地となっており、最初に知られた。 定住民はイリリア人であった。百三十一年、ローマ皇帝ハドリアヌスは、古い定住地、ムルサマイオル、マーサマイオルを植民地として特特権を与えた。しかしその後、パンノニア平原を舞台としたローマ帝国の戦いで、幾度も主戦場となり、ムルサは荒廃していった。ローマ人の移住後、クロアチア人がムルサ後に定住地を作り、教育の名をつけた。 オシエクとは、クロアチア語で引き死を意味するオッセカから生じている。湿地帯の水が溢れて、水浸しになるのを避けるため、町を高い位置に作ったことに由来する。中世のオシエクの様子を伝える痕跡は、あまり残っていない。オスマン帝国がこの地を征服した時、自分たちの好むやり方で町を作り直すことに固執したため、彼らはすべてを破壊し尽くしたのである。オシエクが、 町として歴史に登場するのは1196年である。1353年から1472年まで、オシエクは、コロジケ、コウグユアの封建領土であった。1526年8月8日、町は押し寄せたトルコの軍勢により略奪され破壊された。彼らはトルコ風に町を再建し、1579年に行われたトルコ側の調査で、 町の名を記載している。スレーマン一世は、有名な全長8キロメートルもある木造の橋を押し、エクにかけた。町が公的に死となるのは17世紀のことである。1687年9月29日、ハプスブルク帝国に占領されたオシエクは、西側支配に復帰する。1712年から1721年にかけ、新たなオーストリアの権力者は、トブルジャ。 ティビルダ、オシエクの旧市街で知られる新しい要塞を建設した。この一風変わった都市と軍事施設の複合はオシエクの心臓部となっている。中央にある3位一体広場は北側を軍司令部の建物で塞がれ、西方は主要警備隊の建物、東部は行政長官官舎、現在はスラボニア博物館で塞がれていた。広場の中央には 1729年に建てられた、ペストの記念碑が立つ。標高の高い場所にあるコルニ、グラド、ゴーンジーグラットは1692年、下町であるドニグラド、ドンジグラットは1698年に作れた。1786年まで、ドブルチャとコルニ、ドニは別々の自治体のままであった。18世紀後期、ビロビティザ県の中心として教えは、 ビロビティサシより優勢となった。1809年、オシエクは帝国自由都市特権を授かった。19世紀初頭、オシエクはクロアチア最大の都市であった。その他の中央ヨーロッパ諸都市同様に発展し、ウィーンとブダペストからもたらされる文化、建築、社会経済の影響が浸透していった。19世紀、劇場、美術館、資蔵品を収蔵した。 美術館が1877年に開園、フランシスコ会の印刷所などで文化が花開いた。経済と貿易の繁栄で力をつけた上流層は宗教行事、公共行事、芸能やスポーツに親しんだ。西部のラトファルダ地区同様、ノビグラド地区が19世紀に建設された。1910年の調査では、市の人口の約1万2000人が、クロアチア人、 1> 約1万千人が、ドイツ人、約7千人のユダヤ人、約3700人のハンガリー人であった。20世紀に入り、シエニア区、シンジョク、ビーエーナツ、ビジェナ区、ユグ、ジャグ、ユグ2、ジャグ2の各地区ができた。市が貸しに立つという地理的条件、文化、歴史両方の遺産、特に、バロック様式のトブルジャが知られるようになると、観光業が発展していった。 1991年から1995年のクロアチア独立戦争の間、オシエクはブコバルのような激しい破壊を避けることができたが、極端ではないものの中心部とセーペテロ、セーパウロ教会とその外面が損を受けた。初期の市外への爆撃で1200人余りの市民が命を落とした。いくつかの建物は未だ攻撃された跡を残している。市のファサードは、 近年になって、復旧に資金が投じられ、旧市街にあるかつてのオーストリア・ハンガリー帝国時代の複雑なバロック建築の魅力を取り戻した。バロック様式の街並み、要塞、ドラバ川沿いの遊歩道に人気の集まる観光地である。クロアチア民族音楽で使われる楽器タンブリツァ、タンブリカの音楽祭が、国中からタンブリツァの楽団が集まり毎年5月に開催される。 夏に開催される夜祭り、6月から8月では多くのイベントが行われ、地元料理が楽しめる。また、ドラバカー周辺では、狩猟や釣りを楽しめる。オシエク地域は美食の都として知られる。伝統的なスラボニア料理、というパプリカ風味のソーセージ、ハムなど、鹿肉料理、パプリカを用いた魚のスープリブリアーコーベが楽しめる。また、地元ビールのブランド、 オシエチコ、オスジャッチコとエッセケル、エスカーがある。バラニャ地方特産のワインもある。オシエクは、鉄道、高速道路の接続点である。他には川港、オシエク空港がある。2008年3月より、ケルンボン空港との国際路線が開始された。鉄道は、ザグレブ、リエカ、ポジェガ、ビロビティザ、ラシツェ、スラボンスキブロドなどへの路線があり。 ハンガリーへ向かう路線とも接続されている。ブタペスト、サラエボ行きの列車も停車する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。